今月はさすがにヤバいですよね。気合いだ気合い、気合いで乗り切れ。このサイトも消えてます。ああ寝ちゃってるよ。毎月毎月懲りない人たちね。ママ今月も手伝ってやるか。なあ、聞いたことはあるか？何を？最近のネット界の噂。個人サイトからキャラクターがどんどん消えてるってやつ？そうそう。単にブログのせいなんじゃないの？ブログもいいけど、味気ないんだよな。別にネットがつまんなくても死ぬわけじゃなし。何を言ってんだ、ランナー！インターネットってのはだな！グルテンベルクの印刷機の発明を超える産業革命以上のパラダイムシフトをもたらす毒矢で進む技術革新を、リアルタイムで味わえるダイナミズムなんだぞ。終わったら相手してあげる。何？手が止まってるよ。どうして俺の妹はこんなわからず屋なんだ。どこかに従順で料理がうまくて綺麗好きで優しくて俺に密かに恋心を抱いてて、私だっておじいちゃんに頼って妹の言うことをよく聞いてくれて、すぐに淡い恋心を抱いてくれるような素敵なお兄ちゃん。はい、もしもし。あ、バカ。あ、お兄ちゃん、勝手に人の電話に出てんだよ。私助けて。悪い奴らに騙されてお金が必要なの。大丈夫こわ。いくら必要なんだ。証拠証拠。あーこっち誰よ。つーかこんなのに引っかかるなんてんの。オレオレ詐欺っていうのは聞いたことあるけど、お兄ちゃん詐欺っていうのは初めてね。でもなかなか可愛い声してたな。俺の理想の妹に近かったかも。また証拠かな。何ニヤニヤしてんの。今度はバチッと言ってよ。わかってるよ、お兄ちゃん。そんな見え見えの手に引っかかるかっつーの。いいえ、あなたこそ私たちが探していた勇者です。勇者？お願いです、私たちの世界を救ってください。相手にしない方がいいわよ。だな。あ、うわ、なんだ。うわ、しかも肌。失礼ね、私は電子の妖精です。電子の妖精？はい、恋人もいません、ゲップもしません、トイレにも行きません。実在の女の子以上に理想的な新世紀のアイドル、チユ12歳です。チユとかわいいさん。お兄ちゃん、チユはメトランを微妙に応援してます。微妙にって、ちょっと待ってよ。お前が強引に連れてきたんだろう。大丈夫お兄ちゃん。おめでとうございます。あなたはこの度栄えある救世主に選ばれました。はあ、チューは勇者様を応援してます。なんのこっちゃ。電話してきたのあなたね。チューはしてないよ。じゃあ誰だ。きっとビスケタンだよ。ビスケタン、さっきまで一緒にいたんだけど。お願いだからもう少し分かりやすく説明して。すいません、ちょっと通りますよ。あ、気にしないでください。いや、そんなこと言われても。それで、
はい、実はこのぬっきゃらかいを我が物にしようとしている悪のご主人様がいるんです。ご主人様？はい、その手下のジャンキーズに私たちの仲間が次々と捕まっているんです。そこでこの世界を救ってくれる勇者を見つけようってことになったんです。よし、この勇者様に任せておく。どうして私たちに？嘘を嘘と見抜ける人じゃないとダメなんです。まさかお兄ちゃん詐欺のこと？はい、あんなのに引っかかる人だよ。アホな奴らだ。いたな、ここに。でもビスケタンは本当のお兄ちゃんのような気がしたって。いいえ、ネッケラのみんなもきっと。そう、それってもしかして妹ハルム状態？メガネッコにツイッテールに天然猫ナースにメイドに女子高生がいっぱいいっぱいいっぱい。ところでその子は？あなたのペット？え、ああ、ちゃんちゃん。ううん、友達だよ。よろしゅう。よろしく。喋った、しかも関西弁だし。で、妹たちは今どこに？ビスケタンならどこかのファーストフード店でお持ち帰りされてるんじゃないかな。わあ、よくわからん。どこどう探せば？とりあえず町に行ってみましょう。よっしゃ、お持ち帰りされる前に見つけます。すいません、ちょっと通りが…うん、わ、バリバリ、バリバリ、バリバリ、バリ…ありがとうございました。またのご来店。はぁ、俺の可愛い妹はここか。さすが、何も考えてないだけ。状況に溶け込むのが早い。どうやって見つけ出すんだ。読んだら答えるんちゃいます？うわ、そうか。チユは大丈夫です。勇者様。チユ。勇者様。チユ。いつまでやってんの。ごめんなさい。チユ、しっかり捕まって。はい。くしゃー。うわっ、うわっ、うわっ。また一歩妹ハルム状態に近づいたかな、これ。なんだ？俺たちの恐ろしさが分かったか？ランナさんがいません。ランナ、ランナ。あいつらに連れて行かれちゃったみたいです。クソ、早くランナを助けに。待ってください。ランナが捕まったんだぞ。じっとなんかしてられるか。みんなの力を借りるんです。みんな？あの人たちが落としていったトレカです。あ、チユだ。多分ここにあるのはまだ捕まっていないキャラたちだと思います。俺のまで？ひろゆきさん、サムライ魂ケンさん、それにニーターもあります。みんな力になってくれると思います。こいつらは。
侍魂剣。剣さん。決して曲げず、決して折れず、そんな男でありたい。ついてきなさい。ついてきます。どこまでも。こんな山奥で何をしてるんだ、ひろゆきってやつは。管理人や。もうすぐだよ、お兄ちゃん。おほら、見えてきましたよ。ひろゆきさん、いますか？チエです。入りますよ。いないんじゃないか？返事すんのもめんどくさいんや。めんどくさい？そういう人なんです。そんなんで頼りになんのか？そうか。やっと嘘を嘘と見分ける人を見つけました。さっきも言ってたけど、それってどういうこと？言葉通りだよ。不夜城には数々のトラップが仕掛けられてる。嘘を見抜けないようなやつじゃ、奴らのとこまでたどり着くことはできない。嘘を見破ったのは俺じゃない、ランナだ。俺でいいのか？どうした？情けない顔して。もともとこういう顔なんだ。まあ、たどり着いたとしても奴を倒せるとは限らないがな。何なんだよ。不夜城まではこいつが案内してくれる。もんな。大丈夫か、こんなんで。お前もな。赤ジーンときた。大変です。どうした？ジャンキーズです。そこの板の間に抜け道がある。あ、お前も。おいらはいい。ひろゆきさんなら大丈夫です。おう。お願いです。あなたならこの世界を救えるはずです。言い伝えによれば、選ばれし勇者と三人の乙女が力を合わせなければこの世界を救うことはできない。三人の乙女？今帰った。おほら、見るな。おかえりなさい。ニータ、出番だ。はい。絶対にある。この先に必ずあれはあるはずだ。ネットランナーは毎月8日発売だ。 CD ロムがついて880円。ご主人様のいる不夜城です。あっちだもな。待ってろよ、ランナー。おー、すごい、いっぱいある。兄さんも好きでんな。お前もな。とりあえずここから調べてみますか。勇者様、お兄ちゃんってそういう人だったの？気持ちはわかりますが、急いだ方がいいと思います。正門からの方が良かったんじゃないか。もしくは飛んで越えるとか。そんなことしたらすぐに見つかってしまいます。この中に必ず先に進む扉があるはずです。そう言われてもな。結構多いよ。勇者様なら大丈夫です。早く嘘を見破って本物の入り口を見つけてください。はい。そんなこと言われてもな。頑張ってお兄ちゃん。チューは勇者様を応援しています。頑張れ頑張れ勇者様、頑張れ頑張れ勇者様、急ぎましょう。おっ。
ましょう。おでっけーなー。近くで見ると迫力ありますね。入り口らしいところは見当たらないな。何やってんのちゃんちゃん。タバコの火は夜は意外と目立つわよ。壁に何か書いてあります。奴らに見つかったらどうするの。あそこです、あそこ。暗くてよく見えとりあえずあそこまで行ってみよう。行くぞ。たくさんありますね。これはブービートラップですね。ブービートラップ？数あるボタンの中で本物は一つ、他はすべて偽物です。要するに本物を見極めてそのボタンを押せば中に入れるってことだな。おそらく勇者様なら大丈夫です。お兄ちゃん気をつけてください。はい。本物はこいつだ。お兄ちゃん大丈夫ですか。勇者様びっくりした。お手伝いしましょうか。大丈夫、次はちゃんとやるから二人は下がってて。本物はこっちか。なんだ。大丈夫お兄ちゃん。なんなんだ今の。不意打ちとは卑怯な。勇者様しっかりしてください。今度こそこいつだりゃ。しまうと思った。お、誰？お、ダメじゃない。こんなトラップに引っかかってちゃ。ランナー、捕まってたんじゃ。ケンさんに助けてもらったの。ケンさん？すごかったんだよ。そっか。よかった。ちぎっては投げ。いひ。こら！うわ！喜ぶのはまだ早い。やっと三人の乙女と勇者が揃った。早くみんなを助け出してご主人様とやらを倒さなくちゃ。とは言ってもこのトラップを見極めるのは、そんなに難しいの？はあ、あ、これじゃないの？なんで？こういうのが本物だってネットランナーに書いてあったじゃない。お兄ちゃんちゃんと読んでる？すごいですランナーさん、さすがですね。さあ先を急ぎましょう。おたくさー、不気味なくらい静かですね。全員出払ってるのかも。みんなが捕まっているところはどこでしょうか。地下だもんな。油断するな。すでにバレている。マジっすか。来るぞ。お前たちは地下に急げ。ここは私一人で十分だ。お前行くよお兄ちゃん。これより先には一歩も行かせん。急げ。はい。おお、危な。ふ相手にとって不足なし。騒がしいな。ここなら静かにゲームだけしてられると思ったのに。ひろゆきさん、ご無事で。もんな！おかげさまで。ひろゆきさん、みんなを助けるの手伝ってください。誰？あの人。何手間取ってんだ？ひろゆきさんや。開かないです。鍵がかかってんなら開けりゃいいだろう。ほら。何です？カードキーだよ。ちくいが行動してください。出口は左です。皆さん急いでください。もう大丈夫ですよ。早く逃げてください。さあ、もう大丈夫。
てもらいましたから。ほぬエロアヒル、ほぬてです。お兄ちゃん、もう一度ストライクを出してやるぜ。チューもお手伝いします。こぬき、何もするな。多分それで大丈夫だと思いますよ。本当に大丈夫かな。どうしたんですか。早く逃げましょう。なんだこりゃ。来る時はこんなのなかったよ。いつの間に。急がないと追っ手が来ます。勇者様、何とかしてください。そんなこと言われても。偽装だな。偽装だ偽装だ。どうすりゃいい。偽装といえばタマだな。タマ、お前タマな。いな、僕ですか。キー、遅いぞ。みんなはとっくに逃げたぞ。すげえ。チューたちも早く出ましょう。ランナはどうした。さっきまで一緒だったんですが。ランナ、ランナ。お前の妹なら私が預かっている。この声、ご主人様です。こいつが。せっかく助け出したところご苦労だが、全部返してもらう。ふざけるな。隠れてないで出てこい。先生、堂々と勝負しろ。まずはお前たちから。ここは危険だ。とりあえず外に。勇者様の早くか。時は満ちた。チュ、ビスケタン、ニンイタン、はい、今こそ伝説を呼び起こす時だ。心を一つに。はい。この世界を救う力を、みんなを守る力を、闇を払う力を、私たち。キャラ界に暗雲立ち込め、愛すべきキャラたちに危機が迫ったとき、一輪の光が天空より舞い降り、その名も中華キャノン。こいつなら奴を倒せる。行け勇者よ、皆の思いとともに。頼んだぞランナー。どうすりゃいいんだ。うわっ。お兄ちゃん。そんなポテチンロボでこの俺様に勝てるものか。ドロールドバスト。所詮衛星勇者の力なぞこの程度なのだよ。ファイバーチーザー。可愛い妹ごと私を倒すことができるかね、ランナー君。こいつを倒さなければ、デッキャラ界に平和は来ないだよ。そろそろ終わりにしようか。
キャラ界に暗雲立ち込め、愛すべきキャラたちに危機が迫った時、一輪の光が天空より舞い降りる。キャラ界平和になったみたいね。そうだな。世界はつながってる。また会えるわよ。そうだな。終わった。もう夜が明けるわ。よし帰るか。終わってるよ。僕もなんとか間に合いました。俺って天才じゃない？この物語はフィクションです。実在の人物、団体名とは一切関係ありません。制作者の意図により、プラヒーロー小さみチーム、女の子に胸キュンなお兄ちゃんたちもこれで半々間違いなし。うるさいよ。っていうかあんた誰？はじめまして、自由の父です。飽きたらよそに嫁に出してやってください。テレパイすんな。えいー